はい、皆さん毎度毎度、はい、美容学校を卒業してね、現場に出てね、まあいろんな仕事やらされると思うけどね、まあいろんな練習、まあブローなんかもやるようになるよね。おばさんブロー、これあんまりないと思うけど、まあこういうね、練習してね、実際人間のね、おばちゃんのブローやるとなかなかうまくできない。これはね、まずコツを教えることね。コツって何よ。毛先からブローすることね。これはね、何回も何回も言ってるけどね、もうだいたいね、美容室に入ってね、ブローを教えるとなったら技術だってんでね、技術ばっかり教える。ブラシを根元にぶっ差し込んで、こうやってドライヤーの風はこっからやって、こうやって持ち上げて、かーだこうだってね、まずね、そんな技術を教える前にね、こういうちょっと強めにかかった人のパーマの伸ばし方、これね、根元から伸ばすとね、大変なんだよ。毛先から伸ばすんだよね。まずね、そこを教えないと、コツを教えないとね。で、そのコツをね、分かってない美容師さん、まあ、30代ぐらいの方だと多分知らないんじゃない。うちの動画見てる方だったらもう一回聞いちゃってっからね、なんか研究して実験してると思うね。そういうこういうおばさんパーマが来た時ね、まずね、美容業はコツである。技術っていうのはね、先輩が先輩面したいがための技術だよ。コカ・コーラとかケンタッキーのレシピ、あれって企業秘密でしょ。なんで企業秘密かっていうと、簡単なことだからだよ。簡単なことで誰でも真似できちゃうの。あれ知っちゃうと誰でも作れちゃうから企業秘密なんだよね。だから自分ちの商品を守るために企業秘密にしてんだよね。何でも技術でねじ伏せようとする先輩方ね、これもちょっと問題があるよね。まあ、その先輩を教えた方がコツが分かってないってのもあるよね。だからわけのわかんない技術合戦になっちゃってるっつうの。おばちゃんブローのコツはね、とにかく毛先から伸ばすってことね。で、毛先から伸ばしてね、じゃあ根元のボリュームってどうやって出すんだよってね、適切にパーマがかかってれば簡単に出るんで、それがさ、下手くそなさ、先輩が下手くそなパーマかけて太めで巻いてさ、毛先だけチリチリかかって根元がさ、なんだかもう12ミリかなんかで巻いたら、まあもうボリューム出ないよ。そうなると根元からがっつりブローしないとボリュームが出ないんだよね。それこそ根元を巻き込んで温めてね、冷やしてね、でもう強制的にカーラーで巻いたみたいに癖を入れてしまうっつうの。でそこまでやんないとね、それ本当にそうなると技術だとなんだろうってなっちゃうのよ。そういう恵まれない先輩にね、当たってしまったらもうね、もう教わるものはないよね。だから自分も何回も言うけどね、30歳ぐらいの先輩に教わった当時の技術は今使い物になるものはないね。はい、お疲れ様でした。